課長、俺結婚することになりました。その俺の報告に課長は目を丸くして驚いたかと思えば、ブハッと笑いをこらえきれず吹き出した。この目の前の男はいつも俺をバカにしてくる上司だ。俺の嫁はな、すげえ美人なんだよ。頼んでもいないのに課長の奥さんを見せられ、ため息混じりに返事をする俺に課長は嫌みったらしく言った。こんな美人、お前には似合わねえよな。低学歴のお前にはデブスがお似合いだな。なあ、お前の嫁も見せてくれよ。高卒の万年平社員と婚約するいた女のバカ面をな。とことん人をバカにする課長に俺は耐えきれず、口を開こうとした瞬間だった。課長、私が次期社長の婚約者ですが。そこに現れたのは、婚約者である社長令嬢の彼女だった。社長令嬢の登場、彼女の発言に課長は青ざめることになる。俺の名前は久保俊介。俺は小学生低学年の頃に母親を亡くした。母は自転車で買い物の帰りに信号無視の車に突っ込まれたのだ。交通事故の現場はとても悲惨なものだったらしい。学校から帰ると、いつも笑顔でお帰りと言ってくれる母が、友達と喧嘩をして泣きべそをかく俺を優しく包んでくれる母が大好きだった。母の手料理も絶品だった。家族で外食へ行くことも楽しかったが、テーブルを囲んで母の手料理を食べる方が幸せだった。そんな最愛の母が突然この世を去ってしまった。父から母の訃報を聞かされた時は、そんなの嘘だよと笑って真実を受け入れることを拒絶したが、母の葬式で現実を受け入れるしかなかった。葬式後は父にすがってワンワン泣いた。父も涙をこらえきれずに俺の背中をさすりながら、これから父さんも頑張るから、と震える声でつぶやいた。それから父は母に任せっきりだった家事をすべてこなしていた。仕事も大変なのに俺と遊ぶ時間も作ってくれていた。それでも俺の心はぽっかり空いたままだった。父のことも大好きだったが、父と母と三人でいる時間が一番好きだった。小学生の俺にとって誰一人欠けてはいけなかったのだ。楽しかった学校も憂鬱になってしまった。そんな俺の気持ちを察した父から、俊介、母さんが見ているぞ。辛いよな。気持ちはわかる。だけどな、辛くても負けちゃいけない。踏ん張らなきゃいけない時もあるんだ。頑張ろう、俊介。と、励まされる日々だった。父は俺を励ますとき、いつも片膝をつき、目線を合わせてくれていた。そして最後に抱きしめてくれる。そんな父の優しさに、俺も頑張らなきゃ、と、日に日に前向きになることができていた。それから俺は、心が折れそうになっても、めげずに学校に通い続けた。ある日、学校生活の中で、同級生から容姿をいじられ、嫌がらせをされている女の子がいた。おい、デブ、邪魔だよ。キャッ。ねえ、そんなこと言うのはよくないよ。そんな女の子の味方になり、弱い彼女を俺は守っていた。その女の子のことが好きだったからとか、ヒーローになりたかったとか、そういう理由ではなかった。ただ、両親からたくさんの愛情をもらって育った俺は、両親みたいな広い心を持ちたいと、弱い立場の人にも優しくありたいと、そう思っていたのだ。ありがとう。私なんかをかばってくれて。きっと彼女は、俺の行動で少しでも救われたと思う。立場の弱い誰かの盾になれたことに誇りを感じた。今まで俺を励まし、守ってくれた父。いつも優しかった母。そんな二人に近づけた気がして、俺は嬉しくなった。そして俺は高校卒業後、IT 関連の会社に就職した。高卒での就職だったが、プログラミング能力に優れていた俺は、会社からも評価が良く、有能だと言ってもらえていた。
人間関係も穏やかでやりがいのある仕事だった。そんなとてもいい会社だったが、15年ほど前に業績がみるみる悪化していき、ある日とうとう会社は倒産してしまった。倒産なんてそうそうしないだろうと思っていた俺は、こんなにあっけなく仕事を失う日が来るなんて思ってもみなかった。俺は焦る暇もなく再就職先を探した。その時の俺は33歳。33歳で転職なんて不安しかなかった。それが見事に的中してしまうのだった。書類選考で受かっても最終面接で落とされる日々。若い人材の方が選ばれてしまうのか、ただ俺が印象が悪いのか、それはわからないが、これだけ必死に仕事を探して決まらないでいるのはお先真っ暗だった。またダメだった。ごめん。交際中の彼女である歩みに合わせる顔がなく、電話で話したいと言ったが、彼女の方から会いに来てくれた。俺は部屋に歩みを入れると、うつむき、ぽつりとつぶやく。そっか、お疲れ様。謝る必要ないよ。縁がなかっただけ。そんな俺に、歩みは優しい口調でにっこりと笑いかける。早く仕事を決めないと、彼女との将来もどんどん先になってしまう。もう、こんな彼氏、ダサすぎるよな。歩みは、彼氏が無職だなんて周りにも言えないだろう。このまま仕事が決まらなかったら、俺は捨てられるという不安もあった。ねえ、俊介くんさ、うちで働かない？え？思いもよらない歩みの発言に、俺は顔を上げて彼女の目を見つめる。今までやってた IT とはかけ離れてるけど、どうかな？そして俺は歩みに誘われ、その後はトントン拍子でことが進み、俺はある食品関連の会社で働くこととなったのだ。今の勤め先は優良企業の食品関係の会社だ。そんな会社に再就職できたことがとても嬉しく、安心にもつながった。歩みからの誘いがなければ再就職は無理だったに違いない。歩みに感謝しつつ、俺は配属された営業部で精一杯頑張ると心に誓った。社内の雰囲気はとても良く、入社したばかりの俺をみんな歓迎してくれた。そのおかげで時間もかからずに俺は部署に馴染むことができた。しかし、どの会社にも嫌な奴は一人いるというが、ここにもいたのだ。なあ、久保、聞いたぞ。お前、高卒なんだってな。知恵足りてるか？磯野康平、この部署の課長である。そしてとても意地の悪い男だ。磯野は自分の頭を人差し指でつつきながら、俺のもとへ歩み寄ってきた。その表情は、俺をバカにしている顔だ。はい、高卒ですが。かぁ、高卒で30超えて転職かよ。俺はな、大学卒業後からここで働いてるんだ。営業の成績もずば抜けてよかった。あっという間に役職がつき、今は課長だ。社長になるのも時間の問題ってとこだな。言いたいことを好き勝手言った後、大声で笑いながら去っていく磯野を見て、俺はため息をついた。久保さん、気にしない方がいいですよ。磯野が見えなくなってから、同僚がそっと声をかけてくれた。彼から話を聞くと、磯野はマウントを取ることが大好きで、自分より格下だと思った相手に嫌がらせをすることで有名らしい。社内でも嫌われているとのことだった。ありがとう、と彼にお礼をしたが、心の中はもやもやしたままだった。おい、久保、この資料、作り直し。時間かけてこの出来かよ。やっぱ高卒には難しいか？俺ならパパッとできることが。お前は高卒だから、できないんだよな。気にしないようにと意識をしても、毎日続く磯野からの嫌がらせに、俺は日に日に参っていた。それでもここでくじけるわけにはいかない。仕事が決まらなかった俺を見捨てずに支え続けてくれて、再就職の機会を与えてくれた歩みを絶対に幸せにするという思いだけで、なんとか諦めずに頑張ることができていた。あんた、
大丈夫かい？え？昼休憩の時、自動販売機まで廊下を歩いていると声をかけられた。顔を上げると清掃員の高齢女性だった。顔色良くないね。ちゃんとご飯食べてるかい？俺よりも身長が20センチほど小さい女性は、モップを持ちながら俺の顔を覗き込む。はい、ありがとうございます。俺はその女性に頭を下げ、その場を去った。それからは、清掃員の女性がいるということを意識するようになったせいか、廊下で会うことが多くなった。こんにちは、吉江さん。お疲れ様です。あら、俊介くん、こんにちは。俺から挨拶をすることも増え、女性との距離は縮まっていった。私のことは、吉江って呼んでね。と言われてからは、吉江さんと呼んでいる。吉江とたわいない話をする時間は、心が温かくなるものだった。毎日車内を掃除してくれる吉江は高齢だ。高齢なのに、広い車内を動き回っている吉江のことを尊敬していた。気づいたら俺も廊下のほこりやゴミが気になるようになり、掃除の手伝いをするようになった。いいのよ、俊介くん。これは私の仕事だから。でも、ありがとう。これ、お礼。俺が掃除を手伝うと決まって吉江はポケットから取り出した飴をくれる。その飴を受け取ると吉江はとても嬉しそうだった。俊介くん。それでは、と部署に戻ろうとすると吉江に呼び止められる。頑張ってね。振り返ると両手で握り拳を作り、笑顔の吉江。はい。俺も同じポーズを吉江に送り、その場を後にした。ある日、会社の業績が悪化しているという話を聞いた。前の会社が倒産したこともあって、俺は不安になったが、そんなことにはさせないという気持ちの方が強かった。会社を変えたい、支えたいと思い、業績悪化で社内が不穏になる中、俺は必死に仕事をこなしていた。そんな中、吉江との雑談で会社の業績悪化のことをぼろっと相談する。俺、この会社を支えていきたいんです。まだ入って間もない俺が言っても何の説得力もないですが。俺が話している間、吉江は俺の目をまっすぐ見ながら真剣に聞いていた。俊介くんはとっても頑張っているわ。大丈夫。私は期待しているからね。一通り俺が話した後に、吉江は口を開く。そして俺の背中をポンと叩いて飴をくれた。吉江はいつも俺を励ましてくれる。飴を口に入れると、甘く優しい味が広がり、仕事中はその時だけすごく幸せを感じていた。吉江がくれる飴は、吉江に似ていると思った。そして吉江の優しさは、母を思い出させるものもあった。ここで吉江に会い、救われたことは、誰にでも優しく会いたい。弱い立場の人の支えになりたいと思いながら行動してきた俺を母が導き、助けてくれたのかもしれない。そう思うと、より一層会社を支えたいという気持ちが高まっていた。それから俺は、会社の業績悪化を食い止めたい一心で仕事に励んだ。給料も安定し、長年付き合ってきた歩みにプロポーズをすることを決めた。歩みには記念日だからと、夜景の見える高級レストランを予約した。二人で食事を取りながら、他愛もない話をする。メインの食事を終え、ワインを一口飲んだ後、息を整えた。あゆみ、結婚しよう。そして結婚指輪を出し、まっすぐにあゆみの目を見つめていった。はい。あゆみは一度時間が止まったように固まったが、すぐに瞳を潤ませてうなずいてくれた。磯野課長、今お時間大丈夫ですか？報告がありまして、俺、結婚することになりました。結婚することを上司である磯野へ報告した。磯野は目を丸くして驚いたかと思えば、ブハッと笑いをこらえきれず吹き出した。そうかそうか、お前が結婚か。俺の嫁はな、すげえ美人なんだよ。
磯野は嫌みったらしく笑いながらそう言って自分の携帯を開く。そして何かを見つけると俺に画面を見せてきた。ほーら見ろよ、結婚式の時の写真。このドレスを着こなせるのは俺の嫁しかいねえよな。画面に映るのは白いドレスを着た磯野の奥さんだった。そして何枚もスクロールして俺に見せつけてきた。俺は、はぁ、とため息混じりに返事をする。なんだ？見とれちまったか？お前にはこんな美人は似合わねえよ。磯野は、ふんと鼻で笑いながら俺をバカにした。お前、幼い頃に母親亡くしてるんだってな。片親の高卒野郎は平凡な生活で満足してろ。お前みたいな低学歴には、こんな美人じゃなくてデブスがお似合いだな。ニヤニヤと笑いながら好き勝手言う磯野に俺は憤りを感じた。母を亡くしてから父は本当に頑張っていた。母がいない寂しさから父に当たることもあったが、父が俺に涙を見せたのは葬式の日だけだった。俺の八つ当たりも全部受け止めてくれた。そして励ましてくれた。そんな父のおかげで片親になったからって不便なことは何もなかった。片親をバカにされたことは父をバカにされたようで悲しかったと同時に許せなかった。しかし俺は磯野に歯向かうこともできず、ただ拳を握りしめ黙って耐えていた。なあ、お前の嫁も見せてくれよ。高卒の万年平社員と婚約するいた女のバカ面をな。ずいっと前のめりになり、俺をまっすぐに見た後、のけぞり大笑いしている磯野。とことん人をバカにする磯野に、俺は耐えきれず、口を開こうとした瞬間だった。磯野課長、部下に嫌がらせをするのは、課長の立場としていかがなものでしょうか。そこに現れたのは、俺の婚約者である歩美だった。あ、歩美ちゃん。あゆみの姿に磯野はたじろぐ。課長が意地悪していること、父に伝えてもいいんですよ。いや、違うんだよ、これは。さっきまで俺をバカにした目で見ていた磯野は、あゆみの言葉にうろたえる。そう、あゆみの父はこの会社の社長なのだ。したがってあゆみは社長令嬢である。久保さんへの嫌がらせ、非常にひどいものだと他の社員からも聞いています。自分より格下だと思っているのかもしれないですが、高卒だから何なんですか？営業の成績はみるみる上がっていますよね。会社の業績悪化を知ってから、彼が必死に仕事を頑張ってくれていることはご存知でしょうか？低学歴だから、片親だから、そんなことでマウントを取ることでしか彼に勝てないと思ったのでしょうか？気づいていないのかもしれませんが、彼はもうとっくに、あなたよりも成績は上ですよ。磯野は歩みに畳みかけられ、何も言えず体を震わせていた。ああ、そうだ歩みちゃん、久保、結婚するんだって知っていたかい？思いついたように口を開き、言葉を発する磯野。無理やり笑顔を作っているようだが、その表情は引きつっていた。はい、私が次期社長である久保俊介さんの婚約者ですが。な、こいつの婚約者が歩美ちゃんだと？それに次期社長って。とどめを刺すかのような歩美の言葉に磯野の顔はみるみる青ざめていく。彼と私は小学校の同級生。小学校の時に太っていた私は同級生からデブと嫌がらせを受けていました。それを見た彼は私を守ってくれたのです。私にとって彼はヒーローでした。そんな私のヒーローが今嫌がらせを受けている。彼が私を守ってくれたように、私も彼を守ります。ところで課長、デブス、いた女というのは私のことでよろしいでしょうか？何を言って、そんな嘘の話をしてまでこいつを守りたいのかい？デブス、今の歩みには正反対の言葉だった。それを信じられないような泳いだ目で磯野は歩みを見る。歩みはすっと携帯を取り出し、画像を磯野に見せた。そこには小学生の頃の歩みが映っていた。
それを見た磯野は頭を抱える。社長令嬢である歩みに文句を言えば社長に全部筒抜けになるため、磯野は何も言えなかったのだろう。歩み、次期社長って。俺も初めて聞く言葉だったため、磯野を横目に歩みに問いかける。すると歩みはにっこりと笑った。お父さんがね、俊介くんのこと期待してるの。俊介くんの仕事ぶりを見て、次期社長にしたいって思ってるみたい。そんな俺と歩みの会話を聞いて、磯野は床に崩れ落ち、うなだれた。久保、今まですまなかった。顔面蒼白な磯野の声は小さく、別人のようだった。それから磯野の嫌がらせは落ち着いた。これで心も落ち着き、会社を持ち直すために精一杯頑張ろうと思っていた矢先だった。新商品の企画などがライバル企業に先取りされてしまったのだ。それが一度だけでなく頻発していた。誰かが故意に情報を漏らしているのだとしたら大問題だ。社員は疑心暗鬼になり、みんながみんなを責めている。社内の雰囲気は暗く、重苦しいものになってしまい、とても働きづらい環境だった。なあ、お前だよな、情報漏洩してるってやつって。え？不穏な社内の中、いつも通り業務をこなしていると肩を叩かれた。振り返ると磯野が笑っている。嫌がらせは落ち着いたはずだった。まさかと呆れるよりも先に心がチクリと痛んだ。違います。おいおい、何言ってんだよ。しらばっくれるつもりか？お前、片親で貧乏だからって、うちの会社の情報を売るのは良くないぜ。そうなんだろ？金目的で情報を漏らしてんだろ？言っちゃえよ。まあ、暴露したところで、お前に処罰は与えなきゃいけねえんだけどよ。違います。俺じゃないです。皮肉な笑みを浮かべながら、どこか楽しそうにペラペラと喋る磯野にカッとなり、俺は立ち上がって声を荒げた。おっとっと、秘密がバレたからってそんな怖い顔すんなって。ま、社長令嬢との結婚は金がかかるだろうが、情報はもう売らないでくれよ。磯野は俺の言動に両手を広げながら後ずさり、捨て台詞を吐き去っていった。くそ。ただ悔しかった。どこまでも執着してくる磯野。それに抗えない自分の立場。このまま疑われ続けるのか、また毎日ネチネチ言われるのか、そう思うと俺はどうしたらいいのかわからなかった。違うと言っても信じてもらえず、俺が怒りをあらわにすればそれを笑う磯野。悔しくてたまらなかった。情報漏洩が起きてから磯野の嫌がらせがまた始まり、俺は疲労していた。歩みと過ごす時間でさえ楽しいと思うことが少なくなってしまった。俊介くん、大丈夫だよ。毎日励ましてくれる歩みに申し訳なさが募る。うん、ありがとう。ごめんな、俺弱くて。声が震え、頬に涙が伝うのが分かった。悔しさと憤りといろいろな感情があふれた。私、俊介くんの誠実さ知ってるから大丈夫、信じてるよ。歩みの手が俺の方に触れる。そのぬくもりに優しさを感じた。その手を取り、ぎゅっと握り、歩みの顔を見ると、彼女の方にも涙が伝っていた。俺、頑張るから。と、同じ気持ちで一緒に泣いてくれる歩みの体を力強く抱きしめていった。そして俺は、磯野からの嫌がらせも、歩みの励ましのおかげで、どうにか耐え、仕事も頑張り続けることができていた。俊介くん、俊介くん。よしえさん。疲れた体を無理やり動かし、廊下を歩いていると、静かな声でよしえが俺を呼ぶ。よしえに会うのは久しぶりだった。車内がバタバタして、よしえとの談笑の時間も取れていなかったのだ。お久しぶりです、よしえさん。お元気でしたか？ちょっと今、バタバタしていて。情報漏洩のこと、全部息子から聞いているわ。歩みも今犯人を突き止めるって必死みたい。よしえの言葉に俺は理解が追いつかなかった。え、息子？
あゆみ？きょとんとした俺の顔を見て、よしえは笑って口元に人差し指を当てる。実は私の息子、この会社の社長なのよ。え？思わず大声を上げそうになり、俺は両手で口を押さえた。ということは、あゆみはよしえさんの孫？そう、これからはあなたのおばあちゃんでもあるのよ。にっこり笑って言うよしえに、俺はなぜだか泣きそうになった。今まで何も知らなかったよしえの正体。一般の清掃員だと思っていたよしえが、社長の母で、あゆみの祖母だったのだ。そしてこれから、俺とよしえは、義理の家族になる。なんだか嬉しくて、感動に近い感情が湧き上がった。そうだったんですね。言葉を発すると、涙が溢れそうで、一言それしか言えない俺に、よしえは優しくうなずいた。私はね、家族の役に立ちたくて、ここで清掃員をしているのよ。今まで息子にも、孫にも、よくしてもらったからね。恩返し。素敵ですね。人に優しくするということは、いつかこうやって帰ってくるものなのだなと改めて感じた。俺が昔、両親からもらった愛を忘れず、誰に対しても優しくあるように、あゆみの家族もまた同じなのだと思った。そして、よしえとの雑談の中で、情報漏洩の話に戻り、自分が犯人として磯野から疑われていると相談した。俊介くん、あなたは情報漏洩する人なんかじゃ決してないわ。私、俊介くんの誠実さ、知っているもの。大丈夫よ、信じてるわ。よしえさん、あゆみと全く同じこと言ってます。ありがとうございます。あゆみと同じことを言うよしえに、俺は自然と笑うことができた。あら、そうなの？でも、そう思っている人は、私たちだけじゃないはずよ。俺が笑うと、よしえも嬉しそうに笑った。それから数日後のことだった。その日は、車内がざわついていた。車内を見渡すと、磯野の姿が見当たらない。久保さん、聞きました？情報漏洩の犯人、磯野課長だったらしいですよ。今、社長に呼ばれているらしいです。同僚が俺の元に駆けつけてきて、そう告げる。俺は言葉を失った。磯野は自分で情報漏洩して、俺をはめようとしていたのだ。同僚の話によると、社長と歩が協力し、社員全員のパソコンから履歴を調べたとのことだった。すると磯野のパソコンからあらわになったライバル企業とのやりとり。削除していたようだったが、こういう時のための自動バックアップが役立ったらしい。しばらくすると、磯野は戻ってきた。憔悴しきった表情で、誰とも目を合わせず、うつむきながら自分の席に着いた。そして間もなく、磯野は自主退社し、会社から去っていった。磯野がいなくなってからは、仕事だけに意識を向けられるようになった。止まらない業績悪化を食い止めるため、俺は知恵を絞った。業績悪化の原因は、会社が経営するチェーン店で流行病による休業が相次いでいることだった。店舗の営業再開の見通しが立たない中、従業員は生活に苦しむことになっていた。従業員の雇用を守りたいという歩み。その言葉に俺は強く共感した。このままでは従業員が仕事を失いかねない。生活もままならない。そんな悲鳴を上げている従業員を俺も守りたかった。立場の弱い人の味方でありたい。人に優しくありたい。その一心だった。そして俺は、宅配事業を展開して従業員の生活を守るという方法を提案した。またスーパーから飲食店への従業員シェアの試みにも挑戦した。事業を超えて従業員を活躍させることで雇用を守ることができた。そして、これらの対策によって業績の悪化を食い止めることもできたのだ。さすが俊介くん、この仕事向いているみたいね。お父さんも感激してたよ。ありがとう、うまくいってよかったよ。様々な対策で従業員の生活を守る、業績悪化の食い止めなど結果を出せたことに、あゆみも大喜びだった。
俺は成功するかどうかという不安もあったが、こうして結果が目に見えてわかるとほっとした。久保俊介くん、君は会社のためによく頑張ってくれた。ありがとう。これからも期待しているよ。俺は自分を中心とした取り組みによって業績が回復したことで社長から表彰された。社員全員の前で表彰を受け、同僚たちから拍手をもらった。自分の功績が認められたことで、これからの意欲にもつながった。嫌がらせをされ、心が落ち込む日もあったが、今まで頑張ってきてよかったと心の底から思えた。表彰後、同僚からはおめでとうと祝いの言葉をたくさんもらい、打ち解け合うことができた。そこでようやく仲間になれたような気持ちになった。それから会社の業績は持ち直したどころか、みるみる上に伸び続けた。社内は明るく、社員同士の仲も戻った。俺自身も同僚を頼るようになり、困っている人には手を差し伸べることで、同僚からも頼りにされることが増えた。お互いがお互いを助け合う、プラスの循環が生まれたような雰囲気があった。それはとても温かい環境で、働きやすさを感じた。そして数ヶ月後、俺は課長へと昇進することになり、部下を持つ立場になった。同僚のみんなも祝ってくれて、歩みもとても嬉しそうだった。課長に昇進したからといって、何も偉そうにはしたくない。今まで通り同僚と支え合い、仕事に励もうと思った。上司と部下ではあるが、今まで一緒に頑張ってきた同僚のことを下に見ることはできない。むしろ同僚がいたからこそ、様々な企画が成功したのだ。俺一人の力では絶対にできなかったことだ。昇進できたこともそのおかげだと感謝の気持ちを忘れずに、俺は課長の業務も頑張ろうと自分を奮い立たせた。そして数年後、俺は社長に呼び出される。いやーごめんね、急に呼び出して。社長室へ入ると、笑顔の社長の姿があった。歩みの父であり、何度も会っているが、会社で会う時は上司と部下だと自分の中で割り切っているため、緊張していた。そんな俺を察してか、まあそう固くならず座って、と促され、ソファーに腰を下ろす。俊介くん、私はもう社長を引退しようと思っててね。そんな。にっこりと微笑みながら話し出す社長に、俺は寂しくなった。温かく、優しい社長が大好きだった。社長のもとでまだまだ働きたかった。そんな露骨に悲しい顔されると嬉しいよ。俊介くん、君にこの座を託したいんだ。課長に昇進してまだ数年、次期社長のことは聞いてはいたものの、こんなに早く話が来るなんて思ってもみなかった。君の仕事ぶりはずっと見ていた。こんなに会社のために動いてくれた人は今までにいない。もうこのまま倒産すると皆が諦めていた時に、君の頑張りで持ち直した。しかも今は上向きだ。これからこの会社を支えるのは俊介くん、君しかいない。義理の息子だから、ひいきをしているわけじゃない。社長としての本音だよ。ありがとうございます。誠心誠意、務めさせていただきます。その穏やかな社長と声と言葉に、感極まり、泣きそうになりながらも、俺は頭を下げて、震える声で感謝の言葉を述べた。俺が社長になってすぐ、俺と歩みの間に子供が生まれた。歩みに似て、色白の可愛い女の子だ。出産に立ち会うことができ、命の誕生を目の当たりにした俺は、感動で胸がいっぱいになった。涙が溢れ、視界がにじんだ。あゆみ、お疲れ様。ありがとう。ベッドに横になるあゆみの頭を撫でると、あゆみは微笑んだ。その横には、生まれたばかりの娘。あゆみに似て、かわいいね。どうかな、目元、俊介くんにじゃない？幸せな会話だな、と思いながら、娘の手にそっと触れると、俺の人差し指をキュッと握ってくれた。こんな小さな手でしっかりと握ってくれる娘を見て、歩みと娘を守っていけるように、家族で幸せに暮らせるように、会社を支え続けようと心に強く誓った。人は
一人では生きていけない。生まれたばかりの娘を見ていると、すごくそう思えた。生きていく上で、必ず誰かの助けが必要になる。俺も母を亡くして、父がいなければ生きていけなかっただろう。生活面だけでなく、精神面ですごく支えられた。父に助けてもらったように、歩みに支えてもらったように、俺はこれからも困っている人の力になりたい。弱い立場の人の味方になり、守っていきたい。人は守り守られ、生きていく。守るものがあるからこそ強くなれる。守られるからこそ、優しさに触れることができる。優しさに触れると、人は救われる。そうやって優しさがつながっていけばいいなと思う。優しさがつながって、みんなが助け合って、弱い立場の人も前を向けるようになればいいなと思う。そういう社会になっていくことを願う。一人はみんなのために、みんなは一人のために。そんな精神をこれからも大事にして生きていこう。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。このガキが、調子乗ってんじゃねえぞ。身の程知らずの小娘が。そう怒鳴ってくる取引先の上司の木村。以前から俺の学歴が低いことで、失礼な態度を取ってくる木村。今度は、連れてきた後輩の女性社員に絡んだ。俺だけじゃなく、彼女や仲間の社員のこともバカにされていたことで、すでに腹が立っていた。悔しく思い、言い返そうとしたとき。何をやっているんだ、木村。そこに駆け込んできたのが、取引会社の社長だった。社長が後輩を見る。そして、後輩が首を横に振ったことで、社長の顔は真っ青になった。おい、俺らの会社終わったぞ。え？このあと、学歴主義な木村は転落人生を歩むことになる。俺は牧野啓太。印刷会社に勤める27歳だ。独身で彼女もいない。今の印刷会社には家の都合で中学を出てすぐに働き始めた。ごめんね、啓太。あなたに負担をかけてしまって。何言ってんだよ。俺が好きでやってるんだから。両親はまだ俺が幼い頃に離婚した。それから母が女手一つで俺を育ててくれたが、母は体が強くなかった。体調を崩しがちで仕事を休むこともあり、なかなか正社員として雇ってもらえず、俺たちの生活はいつもギリギリだった。そんな母を見て、俺は高校に行かず、働く決心をした。一人息子ということもあり、俺は母を支えるために中卒で印刷会社に就職。私のせいだとは分かってるけど、啓太には高校にも行ってほしい。心配しないで、母さん。今は定時制とかもあるから、働きながら高校に行くよ。高校に行ってほしいという母の願いもあり、俺は昼夜働きながら夜には定時制高校に通っていた。そのまま無事に定時制高校を卒業。今は第二の家族ともいえる会社の社長をはじめ、社員ともに一生懸命働いていた。牧野くん、ちょっと頼んでもいい？大丈夫ですよ。こら、あんまり啓太くんにばっかり頼るなよ。大丈夫ですよ。俺も頼らせてもらってますし。ほんと、啓太くんってばいい子だよ。やめてくださいよ。俺もう27ですよ。もう27だっけ？この間まで16歳だったのに。社員がみんな仲がよく、アットホームな雰囲気だ。そうか、啓太くんも27か。時が流れるのは早いな。もう社長まで。社長の林田大吾さんにも、中卒の頃から世話になっていたこともあり、たくさん可愛がってくれた。
本当にいい会社だと思っている。しかし近年はデジタルコンテンツの普及により出版業者は衰退気味だ。わざわざ紙でできた本を買いに行く必要もなく、スマホがあればどこでも手軽に読めるのだ。広告も探さなくてもスマホで簡単に調べられる。印刷を請け負う俺が勤める会社もなかなか厳しい状況だった。そのため大手の出版社だけではなく個人にも販路を拡大することに。小さい会社だからこそできる少数部数の印刷を請け負うようになり、同人誌や個人のチラシ作りなどの業務を増やした結果、経営は持ち直すようになった。ねえ、今度あそこのお店に行かない？ああ、この間依頼された喫茶店ですか？そう、見た時から行きたいと思っていたんだ。公私混同しちゃダメですよ。わかってるんだけどね。あと、個人経営の店にも興味を持つようになり、行動範囲も広がった。販路拡大は成功したと言えると思う。みんな、聞いてくれ。今日からうちで一緒に働く大谷さんだ。はじめまして。本日よりお世話になります。大谷瑞希です。よろしく、大谷さん。はい、よろしくお願いします。ある時、林田社長が新入社員を紹介した。彼女は20歳で、小柄な、おとなしい雰囲気の女性だった。綺麗な黒髪と、透けるような白い肌が印象的だ。大谷さんって可愛いね。そんな、ありがとうございます。若くて綺麗だなんて羨ましいわ。とにかく、これからよろしく。はい、よろしくお願いします。俺がここに入ってきた頃のように、みんなが彼女を歓迎していた。小柄で儚い雰囲気の彼女だったが、働き始めると非常にたくましく、機械の操作もすぐに慣れることができた。すごいわね、みずきちゃん。本当、若いからかしらね。仕事を覚えるのが早くて助かるわ。ありがとうございます。ああ、みずきちゃん、お菓子食べる？わあ、このお菓子好きなんです。よかった、いっぱい食べてね。若い社員が俺一人だけだったこともあり、孫や娘のようにみんなが、みずきちゃん、みずきちゃんと彼女を可愛がっていた。それに笑顔で受けるみずきさんは、あっという間に会社に馴染んでいった。ケイタさん、ちょっとお聞きしても大丈夫ですか？ああ、大丈夫だよ。ケイタさんは本当に頼りになりますね。ありがとう。何でも聞いてね。俺だけじゃなくて、他のみんなでもいいから。はい、ありがとうございます。お互い唯一の20代ということもあり、俺たちはよく話す仲になっていた。ああ、あそこの出版社に行かないとな。ある日、大手の出版社に商談に出かけることになる。俺は担当の顔を思い浮かべ、浮かない気持ちになる。え？定時制高校？ってことは低学歴じゃん。それは、まあ、そうですけど。低学歴は下請けしか就職先がなかったわけか。その担当者、木村大地は取引先の課長だ。そして、俺のことを低学歴、下請けとバカにして、高慢な態度を取ってくる。他の社員にはそんなことがないので、俺のことが気に入らないというのは明白だ。正直、商談とはいえ、行くのは気が重い。ケイタ君、ちょっといいかな？あ、はい、大丈夫です。これから大手の出版社に行くんだよね。はい、これから商談で行ってきます。それに大谷さんも連れて行ってくれるかな？え、瑞希さんも？それも社会勉強ってことでね。そんな会社に社長が瑞希さんを社会勉強のために連れて行ってほしいと頼み込んできた。私、人見知りで、初対面の人の前だと緊張してしまうんです。そうなの？はい。だけど、皆さんが優しくてよかった。以前そんなことを話していたこともあり、あの担当に人見知りらしい彼女を会わせるのは不安だった。だけど、
林田社長から直々に頼まれたこともあるし、そろそろ商談に連れて行く段階なのも確か。わかりました。ありがとう啓太君。承諾し、俺は水木さんを連れて二人で取引先に向かうことになった。こちらが印刷物のサンプルとなっています。そしてこちらが値段となっています。商談ではいくつかの印刷物のサンプルや紙のサンプルを金額とともに提示する。しかし担当の木村は面倒そうな顔をしていた。どうでもいいわ、こんなのどれも一緒だろ。そんなことはありません。作家さんの中には紙質にこだわる方もいるので。こだわるやつの気が知れないな。しかも言いたい放題で、俺の話をまともに取り合おうとすらしない。作家さんには紙の質感や印刷デザインにこだわる人も多くいる。自分が生み出した作品だからこだわりたいという思いは俺もわかるつもりだ。だが木村はそんなこと知ったことではないという態度だ。書体に関しても指示をいただかなければ作れないのですが。低学歴は自分で判断することもできないのか。本当に低学歴ってのは使えないな。仕事上指示をもらわないといけないのに、木村はバカにしたように罵り始めてきた。定時制高校だっけ。あそこって底辺しかいないんだよな。授業中カオスだって聞くけど、それって本当？そんなんで学力なんて身につかないでしょう。そんな散々な言い方をされてしまう。前から言われていることだし、俺からしたらもう慣れたものだ。これくらいなら我慢できるが、気になるのは無言で俺の隣に座っている水木さんだ。低学歴と話しても興味ないから別の社員呼んでこいよ。あ、そうか、あんたんところの会社はみんな似たようなもんか。俺みたいな有名大卒はいないもんな。低学歴の集まりだから下請けしかできないんだろ。そう笑いながら罵る木村。その言葉に俺は怒りで頭が真っ白になった。俺だけならまだしも、たくさんお世話になって中学を卒業したばかりだった頃に温かく受け入れてくれた会社の人たち、そんな恩人たちをバカにされて怒り心頭になっていた。いい加減に。啓太さん待ってください。言い返そうとした時、それまで静かに見守っていた水木さんに止められる。それ以上はやめてください。それに私も啓太さんと同じ高校の卒業生ですか。水木さんは自分も俺と同じ高校の卒業生だと告げた。彼女も彼女なりの事情があって定時制高校を選んで通っていたらしい。ははバカがバカをかばってるのって笑える。本当にバカの集まりなんだな。そんな彼女のこともバカにする木村。この出版社の社長さんも同じ高校を卒業しているの知ってます。だがそう尋ねられたことで木村は固まった。は？社長は大学出てるけど。定時制高校を卒業しても大学は行けますよ。知らないんですか。水木さんの言葉にバカにされたと感じたのか、怒りの表情を浮かべた。このガキが、調子乗ってんじゃねえぞ、身の程知らずの小娘が。カッとなったらしく、そう怒鳴ってきた。それにとっさに水木さんをかばいながら反論しようとしたとき、何をやってるんだ木村。そこに取引先会社の社長である森山良平さんが駆け込んできた。お前は取引先の方になんて言い方をしている。それも若いお嬢さん、よりによって大谷さんを恫喝するとはどういうことだ。森山さんは水木さんを恫喝した木村を大声で叱った。うちの社員が申し訳ありません、大谷さん。そして水木さんを見ると頭を下げた。水木はそんな森山さんの顔を見つめ返してゆっくりと顔を横に2回振った。それに森山さんは顔を真っ青にさせた。
そして木村に振り返ると、俺らの会社は終わったぞ。え？そう告げるのだった。いや、そんなたかが小娘に。お前が言う小娘はあの天才小説家の水木先生だぞ。実は水木さんは大きな賞を何度も取っている天才小説家だった。この出版社から新作を出版する予定になっていたが、担当である木村の噂を聞いて保留となっていた。お前のせいでそれが保留から停止になった。どうしてくれる？そんな、あの水木先生？その事実を社長から聞いて動揺する木村。だって、こいつは定時制高校を出ているって。そう言って明らかにうろたえていた。水木さんがデビューしたのは中学生の頃だった。若々しい感性と美しい文章で一躍世間を騒がせた。思春期が持つ様々な感情をリアルな表現で綴った文章は瞬く間に同世代の支持を得た。そして彼女が生み出した作品たちはいくつも映画化やドラマ化されていった。中学卒業を控えた私は執筆と勉学を両立させたいと思い、啓太さんや社長たちと同じ定時制高校に進むことを選びました。定時制高校を選択した彼女はその高校を舞台とした作品を新作として予定していた。そのため高校の教師に取材対象を聞いたところ、ここの出版社の森山社長を紹介された。そのつてで俺たちの印刷会社でも社会勉強兼取材として働くことが決まった。すみません、今お時間大丈夫ですか？うん、大丈夫。何か聞きたいのかな？はい、啓太さんの同級生の方について。水木さんは働きながら俺や印刷会社の林田社長への取材もしていた。とはいえ印刷会社の仕事に手を抜くこともなく、両方をちゃんとこなしていた。なんで下請けの印刷会社に？林田と私は定時制高校時代の同級生だ。私は大学の費用を稼ぐために働きながら定時制高校に通い、その後は大学に進学した。そしてこの出版社に入社して社長まで上り詰めたんだ。林田は病気の関係で通院しながら高校に通い、卒業後は親の後を継いで印刷会社の社長になったんだ。定時制高校に通う人はいろんな事情の人がいる。俺や森山さんみたいに働きながら、林田さんみたいに病院に通いながら、他にも定時制高校に通う人はそれぞれ事情を抱えている。定時制高校にはさまざまな事情の人が通っています。ヤンキーや不良だっていますが、学びたいという意識を持って通っている人も多いんです。偏見で決めつけるな。そう言い水木さんは木村を睨んだ。彼女に取材された際、俺が定時制高校を選んだ理由を話していた。お母様のために、優しい啓太さんらしいですね。そうかな。そうですよ、そういうところでも尊敬します。そう言ってくれた水木さんは本当にそう思っているように目を輝かせていた。だからこそ今こうして怒ってくれているのだろう。偏見で人をバカにして貶めるような人がいるような会社から本を出したくありません。そんな、はあ。水木さんの言葉に木村は慌てるが、その横で森山さんは深くため息をついた。残念だが仕方ない。自分も後輩がここまで言われて黙っていられるほど人間ができてはいない。彼には叱るべき処分を与える。そして木村を冷たく見ながら約束してくれた。そんな大げさです。別に作家が一人くらい一冊くらい出版ができなくてもどうってことはないはずです。そう言い出す木村に俺たちは顔を見合わせた。その表情で
みんなが呆れているのが分かった。私も別に紙の出版にこだわっていません。今はデジタルでも本は出せますし、発表の場はいくらでもありますから。そう言った水木さんに俺は少しショックを受けた。印刷に携わる俺からすると、デジタルでもという言葉に俺は顔を伏せた。でも私は紙の本が好きです。しかし続けられた言葉に俺は顔を上げた。水木さんは俺に取材してきた時のように輝く瞳でまっすぐに木村を見ている。本を手に取った時の重さは開く時の期待値を上げてくれます。これからどんな物語が繰り広げられるのだろうと。それに紙の質感やインクの匂いは何事にも変えがたいです。何度も読んだからこそ擦れていくページ、思い出と一緒によぎる感触、それは紙の本だからできることです。彼女の言葉に何度も読み返した大好きな本を思い出す。内容を覚えてしまってるのにそれでも読んでしまう本。次第に擦れていき、それも新しい思い出になっていた。本のデザインも紙の種類もインクの色も、作家が世界観を伝えるためには全て大切なものなんです。あなたはそれらをどうでもいいと言いました。あなたははっきり言ってこの業界に向いていません。できれば一生関わらないでほしいです。それが水木さんの作家としての本音だった。そんな俺が向いてない？そんなことは。木村は若い女性からコテンパンに言いまかされてショックを受けている様子だった。今日はこれ以上お話しできることはなさそうですね。これで失礼します。ああ、今回はすまないことをしてしまった。俺と水木さんは森山さんに挨拶をして部屋を出た。森山さんは今回のお詫びも兼ねて見送ってくれるとのことで、木村を残して一緒に部屋を出る。俺は自分の会社の社員のことよく把握していなかったんだな。途中森山さんが本当に反省したように言った。だが俺としては大谷さんとも牧野さんの会社とも今後良い関係を築いていきたいと思っています。俺としても木村さんは嫌ですが、森山社長とは良い関係が築けたらなと思っています。私も木村さんは嫌な方ですが、森山さんのことは信頼しています。そう俺と水木さんが言うと、森山さんは頭を下げた。ありがとう。後日改めて謝罪に行くと社長に伝えてほしい。はい、受けたまわりました。もう一度社長は頭を下げて去っていった。相手の人に言い過ぎてしまいました。出しゃばってしまい申し訳ありません。帰り道、水木さんが俺に謝罪をしてきた。いや、君のおかげですっきりしたよ。以前からあの担当者にはバカにされてきて正直鬱陶しかったね。そう言って笑えば水木さんも安心したように笑う。私が定時制高校を舞台とした小説を書こうと思ったのは、同級生のみんなを見てきたからなんです。そして彼女が今回の小説を書くことを決めた経緯を話し始めた。私も含め定時制高校には事情を抱えた人が多いです。クラスメイトにいた一人の女性は2歳の子供を抱えたシングルマザーでした。旦那さんは妊娠がわかると同時に逃げてしまい、今は全く連絡がつかないそうなんです。それはひどい男だな。幸い彼女のご両親が健在だったから、子供を預けて昼は工場で働いて夜は勉強するという感じでした。俺も昼間は働いて夜に勉強しに行っていた。だからこそその大変さは少しはわかるつもりだった。中学の時に荒れていて、ほとんど学校に行かなかった彼女は高校受験もしなかったそうです。彼氏の家に入り浸って、
家にも帰らない日々。今では深く反省していると話していました。それから水木さんの話を聞いていく。彼女は妊娠して捨てられ、どうしようもなかった彼女は久しぶりに実家に帰ったそうだ。するとご両親は泣いて叱り、そして彼女を受け入れてくれたらしい。今では心をすっかり入れ替えて、卒業後は夜間の看護学校に通っているとのこと。彼女とは仲良くさせてもらって、今でも連絡を取り合う仲なんです。そうなんだ。ええ、いろいろと相談にも乗ってくれて大事な友人です。そう言うと水木さんはスマホの中から一枚の写真を見せてくれた。そこには本当に仲良さそうな水木さんと女性が写っている。その女性はまだ幼い子供を抱っこしていた。他にはこんな男の人もいました。またある人は60代の男性。中学卒業後すぐに就職した彼は会社でもそれなりの地位についていたそうだ。しかし定年退職後、孫が生まれた彼は孫の勉強を教えてあげられないのが残念だと思っていたらしい。そんな彼に息子さんが定時制高校のことを教えたそうだ。そして家族の後押しもあって定時制高校に再入学。時折孫と一緒に机に向かうこともあったそうだ。お孫さんすごく可愛くて、さっきの友人の子供を見て、私はお姉ちゃんだからって一生懸命お世話しようとしてて。それは可愛いだろうな。本当にみんなメロメロでしたよ。それにあの人もいろんなことに詳しくて、話も面白くて。俺のクラスにも話すのが面白いおじさんがいたな。あと事故に遭って怪我をしてしまい、その頃から不登校になってしまった子がいた。その子は部活を頑張っていたからこそ怪我で続けられなくなって学校にも行けなくなってしまった。だが親御さんが泣いているのを見て変わろうと思って、まずは定時制高校に通い始めたという子だった。みんなそれぞれ事情があって通っている。定時制の高校は様々な人たちの人生観が垣間見えるんです。そうだね。偏見もありますが、そこで学ぶ人たちは目標を持っているんだということをたくさんの人に伝えたかったんです。それが彼女が今回の新作を書くきっかけになったらしい。学ぶことは年齢も環境も垣根などなく、誰でもいつでもできる。そのために開かれている学校もあるのだと伝えたいんです。そう語る水木さんの瞳は輝いていた。本にしてたくさんの人に知ってもらう。それが彼女のしたいことで、彼女に合っているんだろうなと思っている。応援しているよ水木さん。ありがとうございます啓太さん。啓太さんが応援してくれると本当に励みになります。そう言って彼女は可愛らしく笑った。森山さんは翌日本当に謝罪に訪れた。昨日はうちの社員が本当に申し訳ないことをした。いや気にするな。俺ももっと早く気づかないといけなかったしな。お互いまだまだってことだな。ああそうだな、本当にすまなかった。もう謝罪はいいって。それより今度また飲みに行こう。いろいろと愚痴とか黙ってるんだろ。そうだな、ありがとう。ああ今回のお詫びとしてみんなを飲みに連れて行こう。それで俺がおごらせてもらう。いいのか。ありがとうな。林田さんは笑って受け入れ、飲み会の約束を取り付けていた。それで例の木村はどうしたんだ。ああ社外の人と関わることもない官職へ回したよ。本当に嫌だったのか、土下座するから勘弁してくれって言ってたけどな。まあ学歴と経歴自慢の彼にとっては屈辱的だろうな。
悔しそうに官職に追いやられる姿が思い浮かぶ。それを踏まえた上で、大谷さん、うちで出版してくれませんか？そう言って森山さんは水木さんにそう持ち出した。条件があります。聞かせてください。少し考える素振りを見せて、水木さんは条件を出す。印刷会社はこの会社にしてください。こだわりの早朝で出版したいんです。それができるのがこの印刷会社だと思っています。その言葉は本当に嬉しかった。そしてその期待にしっかり応えないといけないな。それとマーケティングの際には、定時制高校を批判的に見せたり、学歴の偏見を増長させることのないように気をつけてほしいんです。ええ、承知しました。もともと林田に印刷をお願いしようと思っていたし、マーケティングの件もしっかりと受けたまわりました。森山さんは水木さんの条件を受け入れ、彼女の新作は出版されることとなった。その小説は大ヒットとなった。本屋でも目立つところに置かれ、みんながスマホではなく本を持って読んでいるのを何度か見た。そして映画化も決定した。その映画も大ヒット。今では続編の希望も出ているのだという。少し照れながら、それでも嬉しそうに水木さんが報告してくれた。そんな水木さんだが、その後印刷会社を退職した。私が執筆したものが本になるという過程を見ることで、さらに愛着が湧くようになったんです。それで執筆活動にも熱が入るようになったんです。そっか、寂しくはなるけど、俺は応援しているからね。でも無理だけはしないで。はい、ありがとうございます。そう話し、彼女はみんなに惜しまれながらも退社した。今でも顔を見せてくれることもあり、林田さんや社員はみんな歓迎している。こんにちは。あ、水木さん、こんにちは。これ、差し入れです。わあ、ありがとう。すごくおいしそうだ。あ、この間の新作、俺も読ませてもらったよ。なんだか照れますね。どうでした？面白かったよ。文章も綺麗で、水木さんの言いたいこともしっかり伝わってくる。本当にいい作品だったよ。ありがとうございます。もちろん俺も水木さんが訪ねてくれることを喜んでいる。啓太くん、水木さんのこと。あらあら、応援してるわよ。そうだな、うちの大切な末っ子と可愛い娘が幸せになるのは嬉しいからね。ちょっと恥ずかしいからやめてくださいよ。そんな俺の心情は社員に筒抜けらしい。彼女が来た時、さりげなく二人きりにされることも増えた。正直本当に恥ずかしい。あの事件からしばらくして、森山さん主催の飲み会が行われた。水木さんも出席し、みんなの気遣いで俺の隣に座っていた。君たちも不快な思いをさせてすまなかったね。いえ。そういえば木村さんは？ああ、彼なら先日辞めたよ。よほど不服だったらしい。これは人づてに聞いた話だが、森山さんの出版社を辞めた後はどこにも就職できず姿を消したらしい。あの水木先生を侮辱したというのがどこからか伝わり、この辺にはいられなくなってしまったようだ。まあ自業自得ですね。ですね。もう顔を見なくて済むと思うと安心です。そうだな。ひとまず彼ともう会わなくて済むと思うとほっとし、俺たちは顔を見合わせて笑った。こうして彼女の隣にいるのは居心地がいい。そうだ、前に話した友人のこと覚えていますか？ああ、もちろん。今度彼女も啓太さんに会ってみたいって。そうなの？じゃあ
今度高校の同級生と遊ぶ約束をしているんだ。一緒に行かない？いいんですか？もちろん向こうから許可を得てからだけど、どうかな？ぜひ。ということで、友人、怪我で一度は不登校になってしまった彼も快諾したことで、俺たちは4人と彼女の友人のお子さんと一緒に遊びに行くことに。ごめんなさいね。いえいえ、お気になさらず。俺、子供好きなんで。おじちゃん、あっち行こう。わかった。けど、転ぶから手をつなごうな。うん。すると、彼女の友人のお子さんが、すっかり俺の友人に懐いて、離れなくなってしまった。そんな子供と友人を優しく見る彼女の友人。そんな姿が、なんだか仲良し親子に見えた。なんだかいい感じですね。確かに、合わせることができてよかった。彼には俺も同じクラスだった頃にお世話になった。彼自身、定時制高校といっても優秀な人材だ。彼にも幸せになってほしい。あの、牧野さん。はい。帰り際、彼女の友人に声をかけられた。今回は、その、お誘いいただいてありがとうございます。彼とも、会わせていただいて、本当にありがとうございます。そう言って、ちらっと友人を見ると、彼女の友人は、少し顔をあからめていた。友人ははしゃぎ疲れ、服をつかんだまま寝ているお子さんを抱っこしながら、こちらの様子をうかがっている。いえ、彼を紹介できてよかったと、心から思っています。ありがとうございます。あの、瑞希って今まで恋愛とかしてこなかったみたいなんです。え？瑞希って、綺麗だから告白とかされたことはあるみたいなんですけど、執筆活動しか興味なかったらしくて。だから、瑞希のこと、よろしくお願いします。いたずらっ子のような表情で言われ、理解するのと同時に顔が赤くなるのが分かった。ケイタさん、どうかしました？あ、いや、なんでもないよ。そんなに俺って分かりやすいかな。それを帰りに友人に相談すると、顔に出るから分かりやすい。あと、鈍感。鈍感？彼女が言ったのは、まあいいや。美人さんなんだから積極的に行かないと取られるぞ。わかってるよ。ある日、瑞希さんが会社に顔を出してくれた日、いつもより遅い時間になってしまったこともあり、俺が彼女を駅まで送ることになった。みんな瑞希さんが来ると喜んで士気が上がるから助かるよ。そうですか？暗くなった夜道を並んで歩きながら話す。ケイタさんも私が来ると嬉しいですか？その言葉に足を止めた。彼女はまっすぐに俺の目を見ている。もちろんだよ。そううなずけば彼女は嬉しそうに微笑んだ。もう一歩彼女との仲を踏み出したいな。瑞希さん、今度一緒に食事でもどうかな？本当ですか？嬉しいです。ぜひ。そう言って笑う彼女をこれから守っていきたいと思った。それから彼女は誰もが知る人気作家となった。そんな彼女が先日結婚したというニュースが世間を騒がせた。相手はもちろん。すっかり騒ぎになっちゃいましたね。本当だね。俺なんだけどね。あれから何度か食事を一緒にとり、何度も出かけるようになって、正式に交際して、1年ほどした頃に結婚した。結婚式には印刷会社の社員みんなが来てくれて、泣きながら祝福してくれた。これからもよろしくお願いしますね、ケイタさん。ああ、よろしく。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。
また次の動画でお会いしましょう。今日からこの店の権利は俺たちのものだ。これからは俺の言うことに従ってもらう。嫌なら出て行け。そう言っていやらしい笑みを浮かべる夫と義母に、私は離婚届を差し出した。分かった、いいよ。そう言っていやらしい笑みを浮かべる夫と義母に、私は離婚届を差し出した。私は三橋美和。夫の守とは3年前に結婚した。結婚前は某有名コーヒーチェーン店で働いていたが、守が家にいてほしいと希望したので退職した。しかし、今はパートで生活費を稼いでいる。というのも、守の稼ぎが悪いだけでなく、生活費は最低限しか入れず、好き勝手にお金を使っているからだ。しかも、家事を一切やらず、家ではゴロゴロしてスマホをいじっているだけ。義父母に甘やかされて育った守は驚くほど何もできない。やる気もない。いい加減呆れてしまうけれど、何を言っても聞かないので諦めてしまった。そんな私の楽しみは、コーヒーを飲むこと。コーヒーの香ばしい香りやほろ苦さは、私の心を温かく癒してくれる。それに、このブレンドの味わいは、おじいちゃんとの思い出の味なのだ。私の祖父は喫茶店を経営していた。木造の古い木の店内は趣があり、おじいちゃんの人柄と相まって温かい空気に満ちていた。サイフォンで一杯ずつ入れる特製ブレンドは根強いファンが多くて、毎朝ここのコーヒーを飲まないと一日が始まらないという常連のお客様もいるほど。私もそんなお店が大好きで毎日のように通っていた。しかし、ここ数年はおじいちゃんの体調が思わしくなく、店の切り盛りが一人では難しくなったので、パートのない休日にお店を手伝いに行っていた。夫の守は、そんな金にならないことはやめろとよく言っていたけど、私はおじいちゃんやお店が心配で、守の言葉は無視していた。そんなある日、おじいちゃんから相談を受けた。わしももう年じゃし、店を畳もうと思うんじゃが、どう思う？え？そんなのダメだよ。おじいちゃんのコーヒーを楽しみにしてくれてる人もいるんだよ。誰かに後を継いでもらうとか方法はあるんじゃない？しかしの、そうじゃ、美和ちゃん。店を継いでくれんか？私が？うん。あのコーヒーの味を出せるのは美和ちゃんしかおらん。頼む、わしの最後の願いじゃ。最後なんて言わないで、おじいちゃん。わかった、私頑張るね。こうして私はおじいちゃんの喫茶店を相続することになった。いろいろと手続きを済ませ、名義が私のものになった時、おじいちゃんは安心したように旅立ったのだった。喫茶店を再オープンするまでは大変だった。休日にお店を手伝っていたとはいえ、経営は全くの素人。何もかもわからないことだらけで頭を抱えていた。そんな時に力になってくれたのは義姉だった。義姉は守の2つ上のテキパキとした明るい女性で、今は嫁ぎ先の定食屋の経営に携わっているのだ。実用的なアドバイスをしてもらえてとても助かっている。お礼をしたいと言うと、いいのいいの、それより美和ちゃんの入れたコーヒー飲ませてくれる？美和ちゃんの言った通りに入れても私がやるとこんなに美味しくなくてさ。ありがとうございます。守は毎日美和ちゃんのコーヒー飲めるんでしょ？いいな。守さんはコーヒーがあまり好きじゃないみたいで、入れても飲まないことも多いんですよ。何それ、もったいない。あー、でもあいつお子ちゃまだからな。味の違いもわからないんでしょ？ジュースの方がうまいとか言っちゃって。そうですね、炭酸の入ったジュースばかり飲んでます。しかもマザコンでしょ。甘やかされて育ったから未だにお母さんにべったり。いい加減同じ兄弟でも引くわ。昔っから守るばかり可愛がられてきたからね。そうなんですか。確かに守と義母は距離が近い。3年前の結婚式では義母は、
私のマモちゃんが結婚しちゃうと号泣していたくらいだ。マモルも何かと理由をつけて頻繁に義実家に帰っている。ちなみに義父は空気、義母の言いなりで存在感はない。ミワちゃん、うちの母が何か迷惑かけてない？何かあったらすぐに言ってね。お姉さんの言葉をありがたく思うも言い出せないことがあった。実はマモルと義母は私が喫茶店を開くことをよく思っていない。利益にならないそんな店さっさと売ってしまえと毎日のように小言を言ってくる。最近は義母にも愚痴っているようで、義母からも小言の LINE が数時間おきに届いていた。家事も十分にできないくせに何が仕事ですか。マモルに栄養のある食事を出しているの？最近痩せたみたいだけど。どうして留守にしているの？私が訪ねたんだからちゃんと家にいなさい。仕事なんてしたら子供だって作れないでしょ。早くやめてしまいなさい。などなど正気とは思えない内容で。でもこれは個人の問題だと思っていた私は義士には話すことができなかった。それでも大好きなおじいちゃんが残した大好きなお店だ。何としてでも存続させたい。それは常連のお客様も同じ気持ちだったらしく、まだオープンしていないお店に来ては激励をしていってくれた。小さい頃からお店に入り浸っていた私は常連のお客様とも顔なじみで、どうやら孫みたいなものとして思ってくれているようだ。多少の子供扱いがくすぐったくも、おじいちゃんを思い出させてくれて少し泣きたくなったのは内緒の話。再オープンしてからしばらくは店主が変わったこともあってか赤字が続いてしまった。しかし常連さんも徐々に戻ってきてくれて、少しずつ軌道に乗ってきている。やっぱりこの味だよ。おいしいね。常連さんはいつも決まった席でコーヒーを飲む。新聞を見たり本を読んだり、コーヒーの香りとともに思い思いの時間を過ごしていた。ミワちゃんがこの店を継いでくれて本当によかった。天国のじいさんも喜んでいるだろうさ。そう言ってくれたのは、いつも日当たりのいい窓際の席に座っている常連さんだ。柳葉さんといって、私が子供の頃からこの席で毎日決まった時間にブレンドを飲んでいる。おじいちゃんと特に仲が良かったこの老紳士は満足そうにカップの中身を見つめていた。私たちにとってもこの店は大事な店だからな。ただコーヒーを飲むだけじゃない、人と人とのつながりがこの店にはあるんだよ。人と人とのつながり、それはおじいちゃんがよく言っていた言葉だった。自分とお客様、お客様同士、同じひとときを共有する人と人とのつながりがお店を続けていく秘訣だとおじいちゃんはことあるごとに言っていたのだ。そうやって人がつながる場を作るために、私はずっと考えていたことを実行することにした。それはさまざまな年代の人たちがお店に来てくれるようにすること、おじいちゃんのお店をたくさんの人に知ってもらうこと、そのためにインスタやツイッターなどの SNS を活用することにした。古い建物を生かしたアンティークな雰囲気の外観やこだわりのインテリアの写真を SNS にアップしてからは、今までのお客様に加え若い人も興味を持ってくれるようになった。今がチャンスとばかりに SNS 映えを狙った写真を次々にアップして拡散すると、バズってお店も大繁盛。さらにそんな若い世代に向けたおしゃれなパフェや萌え断サンドイッチなども SNS 映えすると評判になり、お店は従業員を何人か雇えるほど黒字になった。常連さんたちがゆっくりとコーヒーを楽しむ時間帯と新しいお客様の来店時間がずれていることもあり、トラブルもなくお店の経営は軌道に乗っていったのだった。ある日のお昼時、いつものように忙しく調理をしていると、従業員の一人が血相を変えて飛び込んできた。美和さん大変です。美和さんのお母さんだという人が店に怒鳴り込んできてて。その言葉に慌てて厨房を飛び出すと、他の従業員を大声で怒鳴りつけている義母がいた。あら美和さん、やっと出てきたのね。何のご用ですか？お店で騒がないでください。他のお客様の迷惑になりますので。
まあ、あなたは私を迷惑だというの？本当に失礼な人ね。まあいいわ、話があってきたの。今は仕事中ですので、後にしてくださいませんか？はあ？仕事ですって？この世の中に義理の母親より優先する仕事がどれだけあるのよ。こんなボロい店の大したことない料理なんて誰だってできるでしょう。いえ、そんなことは。それより、あなた仕事が忙しいからって家事をおろそかにしているんですってね。守が言ってきたわよ。料理は手抜き、部屋は散らかりっぱなし。昨日は守の着替えの用意もしなかったそうじゃない。何を考えているの？それは、義母の言うことは事実である。確かに喫茶店が繁盛してきて毎日忙しくしていて、家のことがおろそかになっていたのだ。それでも掃除や洗濯、食事作りなどは最低限やっていた。そもそも守が少しでも家事をやってくれれば、いや、自分のことだけでもやってくれればいいのだ。正直、着替えの用意なんて今時幼稚園児だってできるだろう。しかしあの男は自分が少しでも動くのが嫌なのだ。家事をしたくないからと義母に泣きついたに違いない。義母はますますヒートアップしていった。女性は家を守るのが仕事でしょう。あなたは何をやっているの？大事な旦那様をほったらかしてやる価値があるなんて思えないわ。それはお母さんの価値観ですよね。私は。うるさい、私に口答えするんじゃないわよ。家庭をおろそかにするくらいなら、こんなボロい店売ってしまいなさい。そんなことはできません。このお店は大切なお店なんです。私だけではなく、お客様もそう思ってくださってます。お母さんの言うことは聞けません。きっぱりとそう言うと、店の中から拍手が起こった。お店にいたお客様たちだ。いいぞ美和ちゃん、よく言った。ババアに負けるな。ババアですって？ヤジを飛ばすお客様たちに、義母は数では勝てないと感じたのか、覚えてなさいと、今時子供向けアニメの悪役でも言わないセリフを吐いて退散していった。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。私は客席に向かって頭を下げた。大変だったな。大丈夫だったか？迷惑なんて思っちゃいないよ。私たちもこの店がなくなるのは困るからね。お客様の温かい言葉にほっとしていた私は、この後夫と義母の二人があんな手段に出てくるなんて思いもよらなかったのだった。義母の襲来からしばらく経ったある日、ランチが終わると客足がバタリと途絶え、客席にはいつもの日当たりのいい席に柳葉さんが座っているだけだった。柳葉さん、コーヒーのおかわりいかがですか？ああ、ありがとう。もらおうか。柳葉さんはいつもコーヒーをおかわりしてくれる。それは祖父が健在の時から変わらない彼の習慣だった。ああ、そうだ。美和ちゃん、例のことだけど。柳葉さんが何かを言おうとしたその時、突然、乱暴にドアが開いた。美和、いるのか？そう言いながら入ってきたのは夫の守。その後ろには義母の姿も見えた。守？お母さんもどうしたの？これを見ろ。ずいっと私の目の前に出されたのは一枚の紙。それはこの店の土地の権利書だった。ここを見ろ。守が指さした箇所を見て私は愕然とした。名義が私の名前ではなく守の名前に書き換えられているではないか。どういうことよ。私は努めて冷静に守の目を見た。この店を査定してもらったら、ボロボロの建物には価値はないけど、土地の値段が結構良かったんだよ。この立地だしな。だったら売ってしまった方がいいだろ。店がなくなっちまえばお前だって家にいられるし。そうよ、ここを売って三橋家に貢献しなさい。これは命令よ。二人はふんぞり返って偉そうにそう言った。そんな二人の態度がありえなくて、さらに大声で次々に話してくるものだからめまいがしてくるようだ。どうして名義が変わっているのよ。おかしいじゃない。この前店が終わってから持ち出したんだ。お前
金庫の暗証番号、じいさんの誕生日から変えてなかったんだな。印鑑もいつものところにあったからスムーズに変更できたぜ。さすがね、マモちゃん。何がさすがなのか、それは犯罪じゃないのかと、いろいろ言いたいことはあるけれども、とにかく怒りがこみ上げて何を言えばいいのかわからない。冷静になるために長いため息をついたとき、マモルがさらに追い打ちをかけてきた。これでこの店は俺たちのもんだ。どうせ客もいないみたいだし、さっさと売っちまおうぜ。そうね、そうしましょう。こんな古くて陰気臭い店、さっさと壊してしまえばいいのよ。何言ってんのよ、そんなことできるはずないわ。名義は俺だしな、俺の好きなようにやらせてもらう。そう言って勝ち誇った顔で私を見る守の顔はもう憎らしさしかなかった。3年前は大好きで結婚したのに、目の前にいる守はかつての面影がなくなっていた。もう嫌悪感しか浮かばなかった。美和さん、あなたが悪いのよ。旦那様に家のことを全て押し付けるんですもの。後悔したって遅いわよ。お前は俺の言うことを聞いていればいいんだよ。嫌なら離婚な。ま、できるわけねえけど。そう言って高笑いする二人を見て、私はぐっと拳を握りしめた。爪が手のひらに当たって痛いけれど、その痛みが激高する私を抑えていてくれた。その時、今まで静かに成り行きを見守っていた柳葉さんが席を立って私にそっと耳打ちをした。それはさっき柳葉さんが私に伝えようとしていたことだろう。希望通りのその内容に心に光明が差した気持ちで柳葉さんの顔を見て力を込めてうなずいた。柳葉さんも紳士らしく笑みを浮かべてうなずいてくれた。二人は私たちのやりとりに気がついていないのか、勝ち誇った顔を崩そうとしない。今日からこの店の権利は俺たちのものだ。これからは俺の言うことに従ってもらう。嫌なら出ていけ。そう言っていやらしい笑みを浮かべる夫と義母に、私はある決意をした。前々から考えていたけど、今日このやりとりが決定だ。わかった、いいよ。そう言って私は一枚の紙を差し出した。それは自分の欄に記入済みの離婚届。二人の笑みが一転引きつった表情になるのを私は冷めた気持ちで見つめていた。店の権利を差し上げます、だから離婚してください。あれから守は少し不満そうだったけど、義母の後押しもありスムーズに離婚が決まった。財産分与として土地代の半分の500万円をもらうことにしたのだが、不動産屋さんの話だと、実は土地代は守が私に提示した金額の倍もあったそうだ。嘘をついて私に渡す金額を少なくしたらしい。ま、別にいいけどね、絶対に売れないから。私は今の二人の状況を考えると笑みがこぼれそうになるのだった。二人は早速土地を売りに出そうとしたのだけれど、どこの不動産屋も相手にしなかったらしい。今も必死にいろいろなところと交渉しようとしては門前払い。土地のお金を当てにして仕事も辞めてしまったから毎日が大変らしい。私はというと、実は喫茶店の2号店を出すことが決まり、大忙しの毎日を送っていた。離婚してからも唯一交流のあった義姉も手伝ってくれて、いよいよオープンを来週に控えたある日、どこから店の場所を聞きつけたのか、守と義母が泣きそうな顔をして駆けつけてきた。美和、助けてくれよ、土地が売れないんだ、もう金もないんだよ。美和さん、私たち家族じゃない、助け合いましょう。何を言っているんだか。二人のその言葉に予想していたとはいえ、おかんが走るようだった。マモル、お母さんも。美和ちゃんは離婚したからもう家族じゃないんだよ。何言ってるの、バカなの。姉さん、どうしてここに。そんなことどうだっていいでしょ。それより離婚した妻にいつまでもすがってみっともない、やめてくれる。辛辣なお姉さんの言葉に二人は何も言い返せないみたいだった。いや、でもおかしいんだって、あの土地場所は悪くないのに全く売れないんだ、誰かに邪魔されてるとしか思えない。ああ、それなら。
私は泣きそうな二人の顔を見て口角を上げた。と同時に黒塗りの高級車が店の前に停車する。あなた方は敵に回してはいけない人を敵にしてしまったんですよ。車の後部座席から出てきたのはお店の常連客の柳葉さんだった。柳葉さんはゆっくりと私たちのところに歩いてきた。秘書や護衛の背の高い男の人たちを引き連れて。その様子に守と義母は圧倒されたのか、目を丸くしたまま動けなくなっていた。さながら蛇に睨まれたカエルのようだ。あの土地は買い手がつかないように手を回したから、どう頑張っても売れませんよ。柳葉さんは穏やかな笑顔で言っているが、その目は笑っていない。迫力のあるその姿に守も義母も何も言えないようだった。柳葉さんはこの辺り一帯を取り仕切る不動産屋の社長なのよ。あんたたちもバカね。この人の逆鱗に触れてしまったらもうどうやったって土地なんて売れないわ。柳葉さんに逆らえる人なんていないもの。義士の言葉にさらに目を丸くし、二人は柳葉さんと私の顔を交互にキョロキョロと挙動不審に見ていた。そう、おじいちゃんのお店の常連でおじいちゃんの親友だった柳葉さんは実は不動産王だったのだ。毎日忙しく働いている合間にお店で休憩する時間が唯一の癒しだと前に話してくれていた。子供の頃から私を可愛がってくれていた柳葉さんはおじいちゃんのコーヒーが大好きで、私がお店を継ぐことを誰よりも喜んでくれていた。そしてさらにお店の2号店を出店しないかと話を持ちかけてくれたのだ。ちょうど守にお店の権利が奪われた時、2号店の話が本決まりになり、あとは私に任せなさいという柳葉さんの言葉に甘えさせてもらう形で一旦は前のお店を手放したのだ。土地を維持するだけでも固定資産税やらいろいろかかるからね。あれだけの土地ならば結構いい金額になるんじゃないかね。柳葉さんの言葉はどうやら図星だったようで、二人は何も言えないようだ。さっきからうめき声しか上げていない。どうだ、美和ちゃんが買い取ってやったらどうだ。そうすれば元通りじゃろう。柳葉さんの提案に二人は目を輝かせた。期待するように私を見てくる。そうですね、じゃあ10万なら買い取ります。はあ、ふざけんな。査定じゃ2000万だったんだぞ。私が財産分与でもらったのは500万だったけど、嘘をついていたのね。まあいいけど、いろいろ迷惑かけられたし、これ以上払うつもりはないわ、絶対に。もういい、売れないんなら利用してやるまでだ。そう吐き捨てて守と義母は帰っていった。あの二人じゃうまくいくはずないけどね。呆れたように義士がつぶやいた通り、喫茶店など経営したことのない二人は大赤字を出したらしい。せっかくの建物の外観も内観も変にリメイクしたせいで生かしきれず、コーヒーや料理の質が落ちたと SNS で大炎上。お店は毎日閑古鳥が鳴いているような状況で、すぐに泣きついてきた。あなた方の下手なリメイクのおかげで価値が下がったので5万なら買い取ってあげますよ。二人は憤慨していたけど背に腹は変えられなかったらしい。泣く泣く了承してきて、柳葉さんの立ち会いのもとおじいちゃんのお店は私の手元に戻ってきた。二人とも行くあてがないでしょ。私のところで雇ってあげる。大丈夫よ、私が直々に指導してあげるから仕事はすぐに覚えられると思うし、ちゃんと借金が返せるようにしっかりと管理してあげる。もう美和ちゃんに迷惑かけるんじゃないわよ。姉ちゃん勘弁。頼もしい義士が鬼の形相で二人の首根っこをつかんで引っ張っていく。無理な経営を続けたおかげで守は借金まみれになったらしい。将魂を叩き直すと二人を引き取ってくれた姉には頭が上がらない。守も義母も義士には弱いから大丈夫だろう。義士夫婦が経営する定食屋も大きくしたいと言っていたから、猫の手でも借りたいそうだ。ビシビシ鍛えてもらって真っ当になってもらいたいものだ。今私は
柳葉さんや義士の協力もあって平穏な日々を送っている。守ると義母にめちゃくちゃに使われたおじいちゃんのお店も無事に改装が終わり、1号店として再オープンさせた。2号店の方は信頼できる従業員に任せて、今は1号店に戻って以前と変わらない味を提供している。実は柳葉さんから3号店の出店の話も来ていて、今構想を進めているのだ。おじいちゃんのコーヒーの味がこのようにいろいろな人たちに広まって愛されていく、そのことが何よりも嬉しい。今日も喫茶店には多くの人が訪れてくれている。コーヒーを味わいながら新聞を読んだり読書をしたり、常連さん同士で挨拶をしおしゃべりを楽しんで、それぞれ思い思いの時間を過ごしている。そこには確かに人と人とのつながりがある。おじいちゃんのコーヒーを愛してくれている人たちが幸せな時間を過ごせる場所、そんな場所を提供できることが私の何よりの幸せなのだ。美和ちゃん、コーヒーのおかわりをいただけるかな。いつもの日当たりのいい窓際の席で柳葉さんが微笑む。おじいちゃんのコーヒーがつないでくれた縁を私もずっと大切にしていきたい。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。いよいよ最終面接。しかし担当の面接官が、元清掃員なんてこんな底辺誰が雇うの？俺の目の前で履歴書を破いた。こんな底辺採用する人いたら逆に教えてくれよ。なんならここに呼んでくれ。でもこの面接官はまだ知らない。わかりました、じゃあ呼びますね。え？母さん、面接会場来れる？面接官が呼んでる。俺の親が何者なのかを。俺の名前は岩田誠。夜間の大学に通いながら昼間は清掃員と在宅のアルバイトをしている24歳のフリーターだ。貧乏ではないけれど、俺が20歳の時に両親が家庭に縛られず好きなことをやりたいからと離婚して、それからは父子家庭だ。と言っても父親は単身赴任が多く、今も日本や海外を飛び回っている。円満離婚だったため両親は今でも仲がいいし連絡を取っているのを知っている。俺も一緒に暮らしていないだけで母親とも仲がいい。この年まで定職に就かずフリーターをやってきたのは、日本のみならず世界中を旅してみたいという思いがあったからだ。父親が昔から海外を飛び回る仕事をしていたため、必然的に俺も幼い頃から海外に興味があった。世界にはまだまだ知らないことがたくさんある。それは日本でテレビや雑誌、インターネットを見ているだけでは決してわからないことだ。実際に自分の足で行ってみたい。この目で見て、肌で感じてみたい。そう思って、高校生の時には長期休みを使って父の元へ行き、その先々で観光名所やちょっとディープな場所にも行った。その時に海外にはまってしまった俺は、高校卒業と同時に父の単身赴任先に同行。俺も一緒に海外を飛び回る生活をした。在宅のアルバイトはその頃からしていて、日本に帰ってきてからは清掃員のアルバイトもしながら、休みになると今度は国内を飛び回る日々。もう行ったことのない場所を探す方が難しいんじゃないかと自分でも思うほどだ。他ではできない経験をさせてもらった親に感謝しつつ、今もフリーターを続けている。ある時、母親に、もう日本で行っていないところはないと思う、なんて話をした時、じゃあ、そろそろ会社員を経験してみるのもいいんじゃない？と提案された。確かに世界中を旅したし、日本も制覇したと言っても過言ではない。同世代は皆定職について働いている人がほとんどだろう。俺もいずれは会社員になりたいと思っていたから、いいタイミングではある。
しかしまともな社会経験もなく、履歴書すら埋められない俺を雇ってくれる企業なんてあるだろうか。そう思っていると、母親がとある貿易会社を紹介してくれて、面接を受けることになった。そこは俺を在宅のアルバイトとして雇ってくれている会社で、すでに働いているため、正社員に登用するための形だけの面接の予定だった。バイトとして仕事はしていたものの、この会社に足を踏み入れるのは初めてで少し緊張する。誰もが憧れる大企業の面接とあって、いくら形だけだとしても身が引き締まる思いだ。せっかく母さんが紹介してくれたんだ。慢心せずに行くぞ。小さく気合を込めて、俺は会場に足を進めた。呼ばれて部屋に入ると、長テーブルの向こうに三人の面接官がいた。初老の男性と中年女性、それから小柄な女性だ。どうぞおかけください。失礼いたします。パイプ椅子に腰掛けた俺に、男性から順に、服部、安藤、小田と名乗った三人。よろしくお願いいたします。と、会釈をした後、まずは形式的な自己紹介をした。それが終わると、空気が一変した。最終学歴は高卒。現在はフリーターですか。そうですね。岩田さん、大学には進学しなかったんですか？高校卒業後は、海外にいる父親のもとへ行きましたので、進学はせずにアルバイトをしておりました。確かにアルバイトと書いてありますね。それも在宅ですか。外で働いたことは？いえ、ありません。御社から仕事を受注していたので、在宅のみで行っていました。そうですか。どうにもピリピリとしていて、服部と安藤が顔を見合わせて苦笑いをしながらため息をついている。在宅の仕事の内容は？はい、外国語で書かれたデータの翻訳が主になります。翻訳ね。まあ、お父様は海外で実際に仕事をしているようですし、今は翻訳アプリも性能が上がってきてるっていうからね。え？ああ、いえ、こっちの話です。今、なんて言った？自分で言うのもなんだが、アルバイトでは実績を高く評価してもらっていて、次々と仕事を任せてもらっている。それを翻訳アプリだと？俺が自分でやっていないと思ってるのか？父親に翻訳してもらってるとでも？海外で在宅アルバイト3年。日本に戻ってきてからも3年。ずっと在宅ですか。弊社に実際に出勤したことは？ありません。もともと在宅で出社する必要がなかったので。つまり、引きこもりがようやく社会に出る気になったってことですか？一瞬、何を言われているのかわからなかった。はは、確かにそうですね。6年も在宅でアルバイトなんて、引きこもりと変わらないですね。そうでしょ？そのアルバイトも本当か怪しいくらいですよ。翻訳なんて今は機械でもそれなりのレベルになりますから、週に数時間だけとかだったんじゃないですかね。服部と安藤が二人で俺を嘲笑うかのようにバカにしてくる。しかも日本では清掃員もしているようですよ。あんな底辺の仕事、よくできますよね。さすが引きこもりといったところですかね。まともなやつがやる仕事じゃないな。ははは。俺の履歴書を指さしては笑い、俺の顔を見てはニヤニヤしながら二人で顔を見合わせる。あの、確かに清掃員の他には在宅の仕事しかしておりませんでした。しかし海外経験も長く、語学力には自信があります。翻訳の仕事もすべて自分で行っています。海外経験って言ったって、所詮引きこもりでしょ？語学力の自信と言われましてもね。そこら辺にいる学生だって、留学経験があってペラペラだったりしますから、それだけではね。どこまでも俺を見下す態度に、
頭が痛くなってきた。もう一人の小柄な女性、小田はどうやら記録に徹しているらしく、二人を止めないどころか我関せずと反応すらしない。どうなってるんだ、形式上の面接じゃなかったのか。俺は怒りに我を忘れないように必死に耐えていたものの、こんな底辺採用する人がいたら逆に教えてほしいよ。親がちょっと海外赴任したからって帰国子女気取りなのもズーズーし、はあ、親の顔が見てみたいですね。本当だわ。うちの入社試験がどれほどの倍率か知ってるの？あなたみたいな底辺になんて枠があるわけないじゃない。服部がそう言って俺の履歴書をひらひらと揺らした後に思い切り破り、安藤もそれに賛同した。それを見て俺の中の何かがぶつりと切れた音がした。親の顔ですか？ええ、だって気になるでしょ。よくこんなスカスカの履歴書出せたなと思いまして。何か資格があるわけでもない、学歴があるわけでもない、誇れるものは語学力？それもどうだか。どんな教育をされたのか直接聞いてみたいですよ。やはり片親はダメですね。いくら海外赴任をしていてもこんな底辺しか育てられないなんて。それ以上服部と安藤の会話を聞いていられなかった俺は、すみません、少しよろしいですかと声をかける。何でしょう、お帰りになりますか？まさか、まだ面接は終わっていないのに。また嘲笑う二人に一度深呼吸をしてから口を開いた。親の顔が見てみたいとのことですが、御社に母親が勤務しております。今から連絡して呼んでもよろしいですか？片親は父親のはずでしょ。まあどちらでもいいです。その顔を拝めるのであれば許可します。どうぞ呼んでください。ありがとうございます。俺はカバンからスマートフォンを出し、母親に電話をかける。服部と安藤はその間もずっとニヤニヤしていて、見ているだけで気分が悪かった。ニコールで出てくれた母親に断りを入れてスピーカーにする。母さん、ごめん、ちょっと面接をしてる会議室まで来てほしいんだけど。何かあったの？すぐに行くからちょっと待ってて。母親の声を聞いた瞬間、服部と安藤は眉を潜めた。あれ？今の声。まさか。ねえ。困惑する二人を横目に、小田は落ち着いた様子で立ち上がり、何やらお茶の用意をし始めた。そして数分後、会議室の扉が開いて、一人の女性の顔が見えた瞬間、服部と安藤は慌てて立ち上がって頭を下げた。社長！お疲れ様です。お疲れ様。面接はどうかしら？はい。滞りなく行われております。そう。小田、報告。はい。さっきまで一言も喋らなかった小田が、面接の様子をかいつまんで報告した。ああ、なるほど。だから私が呼ばれたのね。え？誠、遅くなって悪かったわ。いや、いいよ。会話する俺たちを見比べる服部と安藤が、どんどん青ざめていくように見えた。どうも、二人が言う底辺くんの母、福本あかりです。二人に向かって微笑む母親は、実はこの会社の社長をしている。親の顔が見てみたいんですって？二人とは昨日のウェブ会議でも顔を合わせたと思うんだけど、まだ見足りないかしら？え？そんな。魚のように口をパクパクとさせる二人に、母親は追い打ちをかけるように告げる。海外に興味を持ってくれたのが嬉しくて、自由に飛び回れるように在宅アルバイトを勧めたのはこの私よ。高校卒業後、父親についていくと知った母親は大層喜んでくれて、在宅なら世界中どこにいても仕事ができるから、思う存分旅を楽しめるでしょ。気の済むまで世界中に行って、
見聞を広げてきなさい。と、すぐに在宅の仕事を斡旋してくれた。日本に戻ってきたのは、父親が中国に留まるから、お前はそろそろ日本で母さんを支えてやれと言われたからで、清掃員の仕事をしているのは、海外とは違う日本のオフィスの綺麗さに興味を持ったから、どうすればあんなに綺麗に保てるのか知りたかったのと、比較的休みが取りやすかったのも功を奏した。あと、息子の語学力を疑ってるようだけど、この子の父親は中国人なの。息子は日本語と中国語、それから英語ができるトリリンガルよ。トリリンガル？うちの会社の海外支社から送られてくるデータの翻訳をしてくれてるのはほとんど息子よ。あなたたちが昨日会議で見たアメリカ支社からの報告書、読みやすかったでしょ？あれも息子の翻訳よ。それを翻訳アプリですって？斡旋した私のこともバカにしているのかしら？そんなつもりは。母親の威圧感に二人はすっかり言葉を失っていた。母親の怒りが少し落ち着いた頃、服部と安藤はなぜか織田に対して怒りをあらわにし始めた。お前、知ってたのか？何をでしょう？とぼけるな。この男が社長の息子だってことをだよ。知ってたんだろ？社長秘書のあなたが知らないわけないじゃない。ええ。もちろんご子息のことは存じ上げておりました。しかし、社長に口出しするなとことづかっておりましたので。なんだと？そんな会話がまた母親の怒りに火をつけた。最初はあなたたちにも伝えて、本当に形だけの面接にする予定だったわ。だったらなぜ？だけど、あなたたち二人が面接をした時の採用者の人数が、極端に少ないことに気がついたの。小田にその時の履歴書を持ってきてもらったら、優秀な人材も何人もいた。だけど、不採用になっていた。おかしいと思ったのよ。それは。だから申し訳ないけど、監視の意味も込めて、記録係として小田に入ってもらったわ。小田の胸にはボイスレコーダーも入ってるから、後で聞くのが楽しみね。社長、それはもうひどいありさまでしたので、ご視聴の際はご注意ください。ありがとう。な！社長、それは、あの。何か問題あるかしら？小田からボイスレコーダーを受け取った母親の笑顔に青ざめる二人。どちらにしても今回のことは重く受け止めるわ。二人の処分については、また後日、覚悟しておいて。小田、息子の見送りをお願いしてもいいかしら？かしこまりました。誠に何も知らせず、こんな利用するようなことをしてごめんなさい。そういうことなら仕方ないよ。来てくれてありがとう。当たり前でしょ。俺に優しい笑みを残して部屋を出て行った母親を見送り、俺は小田さんの案内でオフィスのエントランスまで向かう。部屋を出るとき、最後に見た服部と安藤は、その場に膝をついており、放心状態だった。それから1ヶ月後、俺はあれからもう一度形だけの面接をし、無事に合格。人生で初めての会社員としての生活をスタートさせていた。母親は呆れていたものの、俺はまず社内のことを知りたいと思い、清掃員からスタートすることに。夜間学校にも行きつつ、仕事をするのは大変だが、新しい学びが多く、楽しく仕事をしている。母親にどうして俺に正社員になるように勧めたのか聞いてみると、将来誠を後継者にしたいってずっと思ってたの。今動かないと、誠は旅に出るのが好きだから、すぐまたどこかに行っちゃうかもしれないでしょ？今しかないと思ってね。と、子供のように無邪気に笑っていた。あの面接の後、服部と安藤は懲戒免職となっていた。どうやら二人で共謀して、優秀すぎる人材、片親や学歴が気に入らないもの、また自分たちの地位が危ぶまれそうな気に入らない就活生は、すべて不採用にしていたことが発覚した。
面接者に対する暴言もひどく、今時珍しい圧迫面接も行っていたことが分かった。そしてさらに調べていくうちに、二人は不倫関係にあること、また少額ではあったものの、横領していることも明るみに出て、その証拠として監視カメラの映像が提出されたことで、二人は言い逃れができなくなった。母親は、社長としてこんな悪行に気づけなかったのは情けない。これからはもっと社員一人一人に目を向けていくことにするわ。と、ため息をついていた。正社員となってから1年が経った頃、俺は視察という名目で出張することが増えていた。この会社は日本各地に支社があるほか、海外にも支社があるため、再び世界中を飛び回る日々。旅行で行くのと仕事で行くのとでは世界の見え方が全く違い、それもまた楽しく面白く新鮮に感じていた。まさか就職してからもこうして世界各地に行けることになるとは思っていなかったため、本当に母親には感謝している。父親には中国に来ることがあったら一緒に食事に行こうと言われており、それもまた楽しみにしていることの一つだ。視察と並行して今まで通り翻訳の仕事をしつつ、月に一度社内で語学研修を行うことになり、その講師も任された。たまに清掃の仕事もさせてもらっており、夜間学校を卒業してからは本格的に経営の勉強を始めたため、さらに忙しく目まぐるしい毎日だが、充実しており満足している。それから数年後、俺は会社の副社長にまで昇任、母親と肩を並べるまでになっていた。もちろんまだまだ経営者となるには未熟で、母親には到底追いつけそうにはない。それなのに母親は関係者に、来年からは息子に社長の職を任せようと思っておりますの、と微笑んでおり、俺は戦々恐々とする毎日。母さん、俺に社長なんて無理だよ。まだ勉強したりないし、社員からの信頼だって全然だ。荷が重すぎるよ。社長室に飛び込んだ俺に、母親は、あら、そう？ととぼける。いいじゃない。何事も若いうちから経験するよ。社員からの信頼なんて、一日で増えるものじゃない。少しずつ勝ち取っていくものよ。でもそれは今じゃない。社長になってからの仕事で積み重ねていくの。でも、誰だって最初は不安よ。私だってそうだった。だけど会社っていうのは一人でやってるわけじゃないの。社長になってしばらくは迷うこともたくさんあると思う。そういう時は周りに相談しなさい。頼りなさい。その結果が間違っていようが、自分と自分の周りの人間を信じなさい。そうすれば自分でも気づかないうちに社長らしくなってるだろうから。母さん、誠が立派な社長になってる姿、楽しみにしてるわね。母親の言葉に勇気をもらった俺は、これまでの怒涛の人生を振り返り、どうにか自分を奮い立たせる。社長になったと考えたら、そのプレッシャーで視野が狭くなっていたことに気がついた。わかった。俺なりに頑張ってみるよ。うん、応援してるわ。来期からは小田が俺の専属秘書になってくれるらしく、それも心強い。全力でサポートさせていただきますので、ご安心ください。と言ってくれて、少し気が楽になったのは母親には内緒だ。母親は俺に社長職を譲った後、中国へ渡るのだという。どうやら父親が上海にマンションを購入したらしく、一緒に住まないかと誘われたんだとか。照れ隠しなのか、仕方ないから行こうと思ってという母親だったけれど、その幸せそうな顔を見れば俺も嬉しくて二つ返事でうなずいてしまった。社長を引退後は名目は会長になるものの、母親は、私も誠みたいに世界を見て肌で感じてみたいの。二人が見せられた世界をこの目に焼き付けてこようと思ってる。だから困ってもあまり日本に呼び戻さないでね。と笑っていた。どうやら俺が世界中を飛び回り、お土産や写真を指さしながら嬉しそうに報告していた姿を見て、自分もいつか世界一周してみたいと
羨ましく思っていたようだ。母親のお土産話を楽しみに、俺は送り出すことにした。社長、明日のスケジュールなのですが。あ、わかった。あとこちらの資料のご確認もお願いします。うん、了解。社長に就任してからしばらく、俺は毎日忙しく働きつつも、最近自分の中でのとある変化を感じていた。社長、いかがなさいました?あ、いや、なんでもない。仕事に戻ってくれ。かしこまりました。小田が秘書室に戻るのを見て、ため息をつく。ずいぶん前から、視線が勝手に小田の姿を追ってしまうのだ。最初は社長になりたての俺をよくサポートしてくれて、頼れる存在だった。今もそれは変わらないけれど、そこに別の感情が生まれ始めたのだ。小田がどう思っているのかはわからないけれど、多分嫌われてはいないはず。仕事上の関係なのだから、気持ちを伝えるのは違うんじゃないかと思って、何も伝えてはいないものの、最近はそれをもどかしく感じている自分がいた。ある日、母親が突然帰国して会社に顔を出しに来た。まこと、久しぶりね。母さん、どうしたの急に。それがね、お父さんが日本に出張だって言うから、ついてきちゃったの。そうなんだ。じゃあ父さんも今日本にいるんだ。そうなの。今日は久しぶりに3人で食事しましょう。わかった。テンションの高い母親と会話していると、後ろからお茶を用意した小田が入ってきた。会長、よろしければこちらにどうぞ。あら、小田さん、ありがとう。とんでもないです。社長も今は急ぎの案件はございませんので、どうぞゆっくりなさってください。ああ、助かるよ。ありがとう。いえ。小田は俺の分のお茶も入れてくれて、優しく微笑んでから秘書室へ戻っていった。母親はそんな俺たちを見て、にやりと表情を緩ませる。ちょっと、小田さんといい感じなんじゃないの?いつの間にそんなことになったの?いや、別にそんなんじゃないから。そんなに顔真っ赤にして言われても説得力ないわよ。うっ。どうしてか、母親には気づかれてしまったよ。小田さんもまんざらでもなさそうだし、いいわね。え?うなずく母親に聞き返すと、パチンと両手を合わせて俺に詰め寄る。いいじゃない、お似合いよ。あなたたちが一緒になってくれたら私嬉しいわ。いや、だから。ちょっと小田さんとも話してくるわ。母さん?母さんは嬉しそうに秘書室に向かい、小田を連れて戻ってくる。小田さんはいい人いるの?うちの息子、どうかしら?え?会長、一体何を?遠慮しなくていいのよ。私、小田さんのことは勝手に娘のように思ってるの。あなたたちが一緒になってくれたら、この上ない喜びよ。悪い、母さんが暴走しちゃって。とっさに謝るものの、小田も俺を見て顔を赤くする。断ってくれていいのに、小田は、少し時間をください。と言ってきた。わかったわ。誠、あとは頑張るのよ。もうほんといいからやめてくれ。母親のおせっかいにため息をつきながら、断られなかったことに胸が高鳴っていた。もしかしたら俺にも望みがあるのかもしれない。そう思うと、さらに意識してしまって、どぎまぎしてしまう。小田も似たようなものだったのだろうか。ぎこちない空気がもどかしくて、数日後に俺から告白して無事に付き合うことに。もちろん、恋人同士であると同時に、あくまでも俺たちは社長と専属秘書だ。公私混同は良くないだろうと、仕事は仕事として分けて考えているから、あまり進展はしていないけれど、休日にはデートを重ねたり、旅行に行ったりした。どうやら小田も海外経験があるらしく、旅行が趣味だと知った。休みの日に二人で次はどこに行こうかと考える時間が何よりも楽しみで、小田とずっと一緒にいたいと思った。小田。社長、どうしました?今日、誕生日だよな。
ああ、はい、そうですが。ある日の仕事終わり、ドキドキしながら小田を呼び出して小さな箱を取り出した。これは…今から何を言われるのか分かったのか、ごくりと喉を鳴らした小田は、目に涙をためながら俺をじっと見つめる。緊張で心臓が張り裂けそうになりながらも、深呼吸をして口を開いた。まだまだ未熟者だけど、必ず幸せにします。俺と結婚してください。中に入った大粒のダイヤモンドの指輪を差し出すと、はい、こちらこそよろしくお願いします。優しくその両手で包み込んでくれて、ほっとして俺が泣きそうになってしまう。もう、どうして誠さんが泣くんですか。だって、ほっとして、ありがとう。こうして俺たちは晴れて婚約者になった。今年中に籍を入れて、来年海外で挙式を行うことが決定した俺たち。仕事も忙しいし婚約者もいる。昔みたいに世界中を飛び回ることはできないけれど、それ以上の幸福と充実感を得た。両親から送られてきたポストカードに載った笑顔で写る二人の写真を眺める。再婚はしていなくても、自由にお互いを愛して楽しそうに老後を送る二人を見て思った。俺たちも二人みたいな夫婦になりたいな。そうなれるようにこれからも頑張ろう。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。